ちゃんありがとうございます。 Thank you。 ありがとう。 SK くまちゃんありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。皆さんテロップ入れますね、ちょっとお待ちください。あ、6万1100千万、1100千万40個、あーすごいことになってるて。ちょっと待ってね、まずサンちゃんをちょっと驚愕なんだけれども、サンちゃんを、くまちゃんありがとうございます。 SK くまちゃん、あ、ありがとう。 SK くまちゃん Thank you。 あんちゃんもラブレターもありがとうございます。コメントもねちょっと待ってくださいね。さあトルプ入りました。さんちゃんお茶の前、くまちゃん、あー、ありがとう、ありがとう。 SK くまちゃんたくさんありがとうございます。本当に皆さんありがとう。バラやお手紙もありがとうございます。ハートもありがとうございます。そう、あのね、お名前呼びが OK になりました。はい、ちょっとカノンもう、どうなんだろう、もうお名前呼びをしてない期間、してないというか、ね、ちょっとお名前呼びが大きになってなかった期間が長かったので、そうちょっと慣れなさすぎるのでどうしようかなって思ってるんですけど、でも名前呼べるということでね、呼びたいなっていう風な気持ちがすごいいっぱいあって、そう、緊張する。そう黄色いくまちゃんギフト投げてくれた方は名前呼びしてあげて、こんな科目も使う。そうなんだよね、なんかみんな呼びたいじゃん。でもね、配信はね、もうそれで終わっちゃうみたいになっても困っちゃうし。ハートありがとうございます。そうどうしようかなって思っちゃうけど、呼ばせてください。あ、じいさんありがとう。 Thank you。 パンダタワーいただきました、ありがとうございます。不思議な感じ、せーの、大好き。 Thank you、 ありがとう。パンダタワーありがとうございます。こんばんは、ありがとうね。なんかさ、ちょっとドキドキする、なんかいつもさ、あ、くまちゃんも、トラさんありがとうございます。なんちゃかわいい、ありがとう。ね、ちょっと難しいんだけれども、ハートありがとう。こんばんは、ありがとうございます。そう、サンデスタイムはあの、まあ、何々さんの何々のお名前の部分をしっかり読ませていただいて呼べるようになったので、呼びつつ、さんもつけてサンデスタイムで、サンデスタイムは絶対にお名前をね呼ばせていただきたいなと思います。そうだよね、なんか呼ばないって難しいんですよ、慣れないから。本当にタムシャンコンありがとう、バラヤチュッハートもありがとうございます。あー、クマちゃんありがとう。 Thank you。 レイちゃんありがとうね、ありがとう、やっほー。あー、くまちゃん、メギさんもありがとうございます。あー、シナモバルさんも、あー、ありがとうございます。くまちゃんありがとう。難しい難しい、ちょっと書いてある名前で基本お呼びすることにするね。まずお名前は山ちゃん、ありがとうございます。 Thank you。ゴリゴン本当にありがとう。ラブレターもありがとうございます。アンニョンツイッター見てきました。あ、韓国語めっちゃ上手でしたって書いてくれたかな。あー、 Thank you。
カムサハムニダン、コマオヨあサラヘヨそうそう、動画用にね、めちゃめちゃ頑張って覚えたのでね、ちょっとまだまだ勉強中なんですけど、そうやって言っていただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。バラの花束ありがとう。宮高さん、くまちゃんありがとうございます。好きくまちゃん、うん、こんばんは。ちゅ、ありがとう。こんばんはね。あー、バラやハートもたくさんありがとうございます。なので、まあ、ちょっと慣れないんですけど、ちょっとずつ慣れていけたらなと思います。名前呼びで、名前は普段のニックネームや呼び方もあるんですけど、トーク会でね、来てくださってる方とかは書いてあるお名前で基本行こうと思います。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、ありがとう。 Thank you、 タワー、ありがとうですね。ちょっとなんかさ、難しくなっちゃうから、もう書いてあるお名前でここは行かせていただくね。シナモンバードさん、ありがとうございます。ちょっとな、慣れてないから間違えても許してくださいありがとう、 Thank you だよ。リコちゃんの可愛いタワー、ありがとう。ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな感じでお名前呼びに関してはちょっと慣れるまでちょっと徐々に慣れていけたらなと思います。こんばんは。さあ皆様、本日28日イベント2日目の最終枠が、始まったわけですけれども、ちょっとさっきポストにも書かせていただいたのですが、ただいまのね、順位が、7位ということで、はい、ちょっと頑張るぞという配信になっております。ね、もう2日目なのにすごくて、もう本当にやばいイベントだなって感じなんですけれども、ここで諦めるわけにはいかない。諦めるのっていうことですよ。諦めないでしょっていう、初めてかもしれないけど、ありがとうね。諦めるの、諦めないよっていうことでして、ここで諦めたらもう2日目で試合が終了してしまいますので、それはね、ちょっと絶対に避けたいというか、絶対に頑張って食らいついていきたいなと思っております。今7位なんですけれど、やっぱりイベントに出るからには1位を目指して、あ、トラさん、クマちゃん、SK クマちゃん、ありがとうございます。カノンがさ、見逃してたら教えてね、もうすごい勢いで、ありがとう。チューもありがとうございます。そう、やっぱね、ここで諦めるわけにはいかない、食らいついていきたいということで、本日最終枠なんですけれども、最終5位になって、今日本日も終わりたいなというふうに思いますので、皆様、あ、レインボースターやハタルもありがとうございます。皆様応援よろしくお願いいたします。5位が今日の最終枠目標でございます。やっぱりね、戦闘グループすごいからさ、そこについていかないと終わっちゃうよ。もう2日目で終わっちゃう本当にもう本当に大変なことになってるので、お風呂行ってきて、もう絶対朝30万ポイント行くんでね、もう本当に朝から今日もありがとうございますね。もうなんかさ、あ、くまちゃんありがとう、 SK くまちゃん、あつおさんありがとうございます、 SK くまちゃん、あつかちさんも、 SK くまちゃんありがとうございます、ハートもありがとうございます、チュもありがとうございます。なんて言ったらいいのかな、何言おうとしたか忘れちゃったよ。まあもちろんね、なんて言ったらいいんだかな、無理なお願いというか、大変なお願いをしちゃうのかもしれない。もう今ね、ちょっと無理をさせちゃうのかもしれない。たけさん
くまちゃん、好きくまちゃん、ありがとうございます。ちょっと今ここね無理をさせちゃうのかもしれない。でもっていうか、もうもちろんカノンも頑張るんだけど、ここでカノンがね諦めたら、無理をしなかったら絶対に、うん、絶対に無理なこと言ってるのは分かってるけど、カノンが無理をなんて言うんだろう、認めちゃったらというか、あの諦めちゃったらね、2日目にして終わってしまうので、狙っているのは、あ、ちょっと見逃しそう、狙っているのは1位ということで、そこは揺るぎなく今日も頑張っていきたいなと思います。本当にありがとうございます。レインボースター、あ、奇跡の流星群やハート、ありがとうございます。あつおさん、 SK くまちゃんもありがとう、 Thank you、 こんばんは、チュ、ありがとう、ハートありがとう、チュ、ありがとうございます、こんばんは、ハートありがとうございます。はい、そうね、 SMS 認証は絶対にしてないと大変なことになりますから、確認お願いいたします。ハートもありがとうございます。皆さん本当にありがとう。ちょっとねそんな感じで頑張っていきたいなと思うんですけれども、あ、ルパン三世さん、 SK くまちゃんありがとうございます、こんばんは、ラベルターハートもありがとうございます。頑張っていきたいなと思うんですけれども、ちょっとね、あの明日の配信予定っていうのを考えたくって、明日皆さんもご存知だと思うんですけれども、9時からあの歌唱力ナンバーワン決定戦が放送されるんですよね。カノも出させていただいて、あの SKE48 はその明日のこのツイートによると、ポストによると一番最初にね SKE48 から始まるという感じでポストがあったと思うんですけれども、そう、配信をねどうしようかなって考えてて、一旦ちょっと明日、あ、のぶささん、 SK くまちゃんありがとうございます、感謝です、ありがとう。そうそうそう、明日歌唱力ナンバーワン決定戦をリアルタイムでねこう見れるよっていう方がどれぐらいいるかっていうのを、その配信スケジュールを決めるためにもちょっとアンケートというか知りたくって、チュー、ありがとう、昨日ぶり、ありがとう、来てくれて、あ、続々とデジクマちゃん、ポルクさん、ありがとうございます、チュー、ありがとう、にじゃないよもね、そうあるんだけど、ポルクさん、あ、SK くまちゃんもポルクさんありがとうございます、チューもありがとう、ハートもありがとう。はい、アンケートを一旦取らせていただきたくてね、イガラの皆さんもありがとうございます、本当にハートありがとう。単なるチームが先に出てきた順番が、なるほどね、その日にちは出たけどみたいな、その中の順位はまだ決まってないかと思ったっていうこと。あ、確かにね、アンケートは投票に不利ながらどう言いますか。あ、確かに、ちょっとめちゃめちゃ短めでやるので皆さんも急いで押してください。やっぱその間ね、あのポイントのあのね、何もできなくなっちゃうからってことですよね。めっちゃ短めでやるから皆さんめっちゃ急いで、あの自分の選択肢の方に投げていただけますと幸いです。いいですか、まずじゃあ説明を先にさせていただくと、明日あの歌唱力ナンバーワン決定戦をリアルタイムで見れるよっていう、見れるよって方は1で、見れないよって方、これはあの配信スケジュールにねちょっと役立てたいなと思ってるので、見れないよっていう方もちろんいらっしゃると思います、方は2、見れるリアルタイムで見れる方は1、見れないよって方は2、これを押してほしいです。でアンケートなのでどっちの人も絶対に押してほしいです。はい、じゃあ
それで短めのアンケートをさせていただきますので、準備よろしいですか皆さん。持ってるのを全部投げれば、うん、全部投げればいいです。いきますよ、投票開始。もう一回伝えますね。1がリアルタイムで見れるよ、明日歌唱力ナンバー決定戦リアルタイムで見れるよって方で、2が、歌唱力ナンバー決定戦明日リアルタイムでは見れないよっていう方です。でどっちの人も投げてくださるとアンケートがより確実というか正確に近づくので、どっちも投げてください。さささささささ、もう短いですこちらのアンケートでは。ちょっと超早いけどカウントダウンします。10秒カウントダウンですよね。タイムラグあると思うけどカノンのペースで10秒カウントダウンします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了します。じゃじゃーん、結果が出ました。2のサイトね、2のちょ見れないよ明日リアルタイム見れないよって方が 60.4% で、見れるよって方が、39.6% ということでですね、これをもとにちょっと明日の配信のスケジュールを考えたいなと思うんですけれど、これもう投票締め切ったからさ、投票締め切ったから大丈夫だよね。イベントのあれとか再開できるよね。大丈夫かな。あ、食屋さんもこんばんはです、ありがとうございます。ハートバラありがとうございます。そう、なんでアンケートを取ったかっていうと、9時から始まった時にその歌唱力を一緒に見て配信をする、見ながらの配信をするのか、そう、それとも、あ、6位まであと36万156ポイント、あ、縮まってます、本当にありがとうございます皆さん、ラブレターハートもありがとうございます。そう、見ながら一緒に歌唱力を見ながら配信もしながらっていう、リアルタイム視聴配信をするのか、はたまたその9時始まる前までに配信をしておいて、それこそ結果発表の時間、1日目の結果が、1日目の審査の結果が出るような11時30分から12時っていうところで30分ということは、その9時より前に2時間30分配信しておいて、で11時半から30分配信をする、この方法か、9時から3時間皆さんと一緒にリアルタイムで視聴しながら配信をするかっていうので、ちょっとその案が出まして、カノンの中でラブレターとチュッとハートとありがとうございます皆さん。そう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 、だからそう、朝はしないの、あ、もしその9時より前にやるってなったら、その2時間30分はこう朝やったりとか夕方やったりとかっていう感じでやるんだけれども、こんばんは、明日劇場みかん行くから、あ、そっかそっか、楽しんできてね、こんばんは、あ、奇跡の流星群ありがとう。そうなんですよ、なので皆さんと相談しながら決めたいなというふう、相談してアンケートとかでも聞いたりとかして決めたいなと思って。バラのお花もありがとう。さすがに車両では、あそう、スマホでも見れたりするのか、まあ、もちろんね、あ、運転は安全運転でお願いしますよ。はい、それが一番。朝の2時間は厳しい、あ、そうね、朝2時間には多分ならないと思う、うん、カノンのスケジュール的にも。そうそうそう、ありがとう、バラハートありがとうございます。明日19時からミカの味方配信見るから、歌唱力リアタイムにごめん、あ、なるほどね、ありがとう、教えてくれて、バラハートありがとうございます。
もうカロンちゃんが決めんな。だってそっか、どうしようかな。でも今こうアンケートをね取らせていただいた結果、6割ぐらいの方がちょっとリアルタイムはね難しいよっていう結果が出たので、それだとやっぱり配信しててもカノンがこう歌にね集中して聴いちゃったりとかしたら、その間見れない方からしたらやっぱりちょっとつまらない配信になっちゃうと思うので、配信がね、そうそう、カノンが歌唱力のね皆さんの歌にこう酔いしれるというか、いっぱい聴いて真剣に聴いちゃうと、こっちのやっぱイベント配信っていうのがあのなかなか難しくな、その歌ってる時にねいっぱい喋るのも聞けなくなっちゃったりとかしたりするし、このお歌聞けない方からしたらつまらない配信になってしまうと思うので、はい、なので私的には皆さんのあれをアンケートとかさせていただいて、私的にはあの9時から歌唱力は始まるけれども、その1日目の、結果が出るような11時30分から30分間最終枠として配信をする。だから9時よりも前に、前のどこかで2時間30分の配信をするっていうのがいいかなって今のところ思っていますが、大丈夫ですかね。はい、あ、そう、今ちょうどね5回のファイナル再放送中、ね、そうカノンもちょっと見てた。ラブレターありがとうございます。こんばんは。早すぎてもショールーム間に合わないか、ほうほう、そうしましょう、了解。あ、ありがとうございます。じゃあもう一回まとめると、9時よりも前の時間どこかで2時間30分配信をして、9時から歌唱力が始まります。だけどカノンはその11時半、1日目の、審査結果が出るような11時半から23時30分から24時の30分を最後最終枠で配信するという形で行かせていただきます。ありがとうございます、皆様ありがとう。はい、お願いします。またタイムスケジュール決まりましたら、タイムテーブルのこれをね作ってやりますね。もしかしたらその最終枠もこの23時30分とっていうのも絶対ではないかも、絶対ではないので、今のところしっかりと決定したら X にポストしたいと思いますので、それを見て明日も見に来てくださったら嬉しいです。もしかしたらちょっとこう23時20分とかにね、早めこう最終枠がなるかもしれないので、ポストをじゃあご確認いただいて、カノンもポストあげます。バラの花、ラベタありがとう、ウリキョルナジャー、ジョジジョジ、Thank you、 了解、ありがとうございます。うん、明日の放送は25時までだったよな。え、そうなの。バラありがとう、わかりました、ありがとうございます。こんばんは。25時超えて1時ってこと。そうなの。こんばんは。でもじゃあ一旦そんな感じで大丈夫ですかね。ちょっとタイムテーブルそれで組んでみます。はい、ありがとうございます。訪問もたくさんありがとうございます。明日1時まで。そうなるとどうなる。なんかちょっとじゃあ1日目の審査結果がわからないってことか。その24時までしか配信できないじゃん。あ、23時30分頃にはまだ結果が出てないのか。あー、バラ奇跡の流星群ありがとうございます。ハートありがとう。あ、ペンペンさん、SK クマちゃんありがとうございます。 Thank you。 そういうことか。あー、そっか、どうしようね。ちょっとそこをさ見落としてて、そこ分かってなくって、
24時の違うグループ、あ、そっか、じゃあ全然話が変わってきちゃうね。想定外のことになってしまった。どうしようどうしよう、あら、あら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 、ハートありがとう。 SK のヒロが終わった頃から始めれば、あ、なるほどね、見て見た後でやるってこと。好きで終わってなければ関係ない。2日間とも25時までの放送で23時半から結果わかるの。これはカノンに聞いてくれてる。カノン、ちょっとそこはね、カノンの勘違いというか、しっかりそうやって聞いてるわけじゃなくて、カノンがそう思っちゃってただけだから、もし聞いてくれてたのであれば、カノンの話をね、カノンに質問であればちょっとわからない、結果がいつ出るか。バラのお花、サイリウムありがとう。1時までワオだね。25時までなんだ、そっか、ありがとうございます本当に。うーん、多分知ってみず、放送の目安ポストしてくれる。そっか、でもそうなってくると今のところのカノンの思う感じだったら、それなら SKE のね、カノンの歌唱もさせていただいて、 SKE のところをだけ配信ね、一緒にしようかな、どうしようかな。でも見ての配信はやっぱね、さっきのアンケートもあるからさっきのアンケートもあるからちょっとやめようかなとも思うし、でもあの相談してよかったです本当に。皆さんにあのカノンがね、勘違いしてたところも教えていただけて気づけたしね、どれぐらいの方がリアルタイムで見れるかっていうのもあの分かったので、あのちょっとそれを元に考えてポストします。はいね、好き終わってからしてもいいかもね、それもいいだよね、ちょっと考えますね。じゃあこれを元に考えて後でポストします。ありがとうございます皆さん、ハートありがとう、チューありがとう。じゃあ明日のスケジュールはポストを見てまあそれは変わらないんだけど、ポストを見てあのまたね、ご都合合いましたら見に来てくださったら嬉しいです。はい、では楽しみだね、歌唱力ぜひぜひ皆さん見れる方、見れる方や気になってる方は見ましょう。すごい、じいさんありがとう、くまちゃん10連でありがとう、ありがたまですね、もう本当にありがとうございます。 Thank you、 大好きあい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 、ありがとう、ありがとう、 Thank you、 びっくりした、あーくまちゃんがいっぱいだ、ありがとう、大好きよ、ありがとうね、ありがたまだよ、大好きよ、 Thank you、熊さん10対10集会が開かれました、集会集会ありがとうございます。ではスケジュールもちょっとこんな感じにしようかなとか、あの情報が分かったので、今からあのタイムテーブルにも書かせていただいていた決意の初動配信をしていきたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。初動配信をねさせていただこうと思うんですけど、準備いたしまして、こちらお筆見たらわかるね、お筆にここにね、牧獣あのもうここに用意しておりまして、あ、公演お疲れ様、イエーイ、公演ね本当にありがとうございました。公演の話もしたいしね、そうだね、確かに公演はね、やっぱなんといってもルカさんが今回出演してくださって、お、監督、あ、金森監督が来てくださいました、ありがとうございます、こんばんはです。あ、定番の誰がディーディーやねん、ありがとうございます、いただきました
ありがとうございますね、本当に。そう今ね公演が楽しかったよっていう話をしながら初動配信をしているところなんですけど、決意を書道に表そうと思いまして、じゃあまず何を書こうかなっていうところなんですけど、今この短めの半紙が出てるから、じゃじゃん、最初はダッチの方を書いていこうと思います。急に意味わからない文字を書き始めますけれども、知らない方から見たら急にわけわからん字を書き出しますけれども、あ、ペン吉さん、ゆすきくまちゃんありがとうございます。こんばんくまありがとう。そうこれダッチムホというね、監督も初めましてだと思うんですけど、ちょっと反射してるね。ダッチムホという私の言葉があるんですけれども、誰も知らない形ない宝、あれ、誰もが知る形ない宝、まあこちらのダッチムホというものをですね書いていこうと思います。こちらは舞台の時にお世話になった演出であり共演させていただいた、玉市さんが書道もやられていて、書道家でやられてが書いてくださったダッチムホになります。今日はこの素晴らしいダッチムホをちょっとお手本に書いてみようかなと。このなんていうの、達筆なダッチムホをね、こんな字は書いたことがないぐらいかっこいい字なんですけれども、真似してお手本にして書いてみようかなと思います。じゃあありがとう、レインボースタマありがとうございます。ではちょっとコメント読めないけどごめんね、緊張するな。筆運びがもうわけわからんぐらいかっこいいんだよな。おお、ちょっと待っててね、皆さん書いてるから、今一人で感動しちゃった、かっこいい書き方だと思って。もう合ってるかわかんないもんね、かっこよすぎて。ふう、すごいすごい筆運びになっております。今だが書けました。これどうしたらいいんだ、うわうおうおって感じ。ちょっとアレンジが加わりました。あ、黄色いくん、SK くまちゃんじいさんありがとうございます。ちょっとね集中しすぎてて、ちょっと今ごめんね、ありがとう。すっとね、
もうこれ合ってるとかないけどさ、もうかけてるかかけてないか分からん。さあ書き上がりました。一発目沢田香音作、まあお手本、玉市様のお手本でダッチモホでございます。お披露目です。じゃじゃーん、ダッチムホダッチムホって感じの威厳がもう玉森さんのお手本により威厳がすごいですね。これダッチムホと読みます。はい、バチバチありがとうございます。うまいダップスだね。このお手本があってこそなんですけれども、こちら見て、これお手本ね。これ反射してないかな、これ。このお手本を参考にさす、あ、まあすごい発射するさせていただきまして、一作品目と作品と言っていいのかな、まあ1枚目ダッチモホでした。尽くしたい。パシャ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 、素晴らしい、ありがとう。オークションオークション、1ダッチモホ、2ダッチモホ、10ダッチモホ、1万ダッチモホみたいなありがとうございます。パシャ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 、どうかな、尽くしできたかな、ありがとう。こんな感じね、初動配信。さあ、じゃあ続々と次を変えていきたいと思うんですけど、次はじゃあちょっと、あ、あ、すごい、シナモンバードさん、あー、くまちゃん10連でありがとうでございます。ありがとう、 Thank you、 感謝感激です。またくまの集会が開かれております。うん、髪が出てますね。くまとありがとうございます。その前確かにね、そうそうそう、本当に、あ、ねえくまちゃんもありがとうございます。どうしようどうしよう、どこまで読んだか分かんないからさ、やっぱちょっと習字中はちょっとダメだ、ダメです、習字中は分からなくなっちゃうから反応できない、ごめんなさい。はい、このダッチモホ一作品目書かせていただいたんですけど、次は違う文字を書かせていただこうと思うのですが、ちょっとねわからないよっていう、それこそ監督、金森監督もダッチモホってなんぞやって感じだと思うのでね、皆様ぜひ知っている皆様、ニャコファミリーの皆様、金森監督にダッチモホを教えてあげてください。ダッチモホとは何かっていうね説明をぜひぜひコメントでお願いいたします。ダッチモホ、カノが書いてる間にダッチモホにしちゃって、金森監督を、分かってくれるよね、きっとカノも分かってくれると思ってる。さあ続いての文字を書き始めたいと思います。あ、気づけた、まだ書いてなくて気づけたので答えさせていただきますね。フリービアさん、ありがとうございます。 B だよね、 B、 フリービアさん、黄色い SK くまちゃん、ありがとうございます。感謝感激です、ありがとう。本当書いてる時はね難しいから、ではこの長いやつに書いていこうと思います。
と折り目のところがピュッてなっちゃった。みんな見てない時に、みんな見てない時に、見てない時にちょっといつもの配信のあれを出してこないでよ。こんなとこで反応できないよ。反応できないよ。ありがとう。もう気が知らない間にさ、集会開かれてるやつじゃん、いつもの。ありがとう、本当にありがとう。だけどちょっと待ってね、今頑張って書いてるからさ。もう本当にびっくりだよ。じゃないんだから。ほら、ほらじゃない。ありがとうだけど、ちょっと無理だからね。今2文字かけた。あと2文字。これ感じ合ってるかな。こうだよね。デュエットね。あ、うまくいった、うまくいった、うまくいった。最後一文字うまくいった気がする。この文字、うわわ、最後ちょっと最後の文字がちょっと失敗したかもしれない。さあ、書けました。2枚目はこちら、じゃじゃーん、 UO 邁進ということで、ちょっと芯がちっちゃかったかなと思いますけれども、気持ちを込めて書かせていただきました。 UO 邁進していきたいというかなの思いがしっかりと込められております。このイベントも UO 邁進で20歳も頑張ります。よろしくお願いします。ちょっとスクショタイムで、デレン、こうかな。 UO 邁進、このイベントも頑張ります。 UO 邁進、ちょっとベタベタすぎるか。でもこれ皆さん横断幕洗える生地なので、洗える生地なので、ね、大丈夫だと思うので、ちょっとさっきのダッチの方ちょっと乾いてきたから、春春ね、
あ、見えないじゃん見えないじゃん。ちょっと見えなかった。炭は落ちん？じゃあやめとく。はい、どこなら見える？ピアノとか？ピアノもちょっと汚れちゃう。あ、もう一枚紙をさ、紙をこれこうしてさ、で貼ればいいんじゃない？これどう？あ、下だとまた見えないから。ここがいいね。これちょっとあの紙挟んでるんでつきません。ここにしよう。書いてるとき見えないけど、こんな感じ。紙一枚挟みました。お札みたいになっちゃった。お札みたいになっちゃった。ユウも一緒に一枚挟むが、これで持って これでいいかな。あ、じいさん、くまちゃん、ありがとうございます。ありがとう。落ちませんように。できました教師みたいになってる。あ、見逃しだね、きっとね。ペン吉さんも、黄色いクマちゃん、スケイクマちゃん、ありがとうございます。こんな感じで描きたいんですけども、名前呼んでる。あ、そう、名前呼びがねできるようになりました。まだいらっしゃるかな、金森監督。監督のなんか書いてほしい、いらっしゃったら書いてほしい文字とかあったらね、書きたいですよね。金森監督が書いてほしい文字を書くっていうリクエストみたいな、なんかありますか？DG 監督って書くの？え、そういうこと違う？同じ時間に昨日配信してたらやりかねない。おみきちゃん、正月の教室を目指してる。教室できるかな、さんちゃん教室在員。あ、 DD なのでお忙しいです。あ、了解です。 DD でもういないかな。6位まであと386,481ポイント。
確実に縮まってます。今日のね24時までしか配信できないんだけど、やばい読んじゃった、ダメだった読んじゃう、ごめんなさい。そうそうなんですけど、あの5位で最終枠を終わりたいのでよろしくお願いします。誰が 2D やねん、いいねだって。あ、貼っとく、はい、もういないかな、戻ってくるまでに誰が DD やねんって書くの。6文字書いてみる。ダメだったらダメだ、まあいいや書いてみよう。目が乾いちゃった。文字数配分がね、うん、Oh, you my single You oh my single、 ちょっと後で貼りに行こうかな。できた、じゃじゃーん、誰が DD やねんということで、ちょっと文字数がね、文字数がちょっと文字数配分があれだけど、間違っていいかなと思います。
それもありだね。いやね、まあ、ちょっとなんかこんな感じかなと思って。可愛いじゃん。はい。やばいやばいやばい。ちょっとこっちにいた方がいいね。ここで配信しなきゃだね。そうなるとさできました。本日完成した3作品ありがとうございます。いいよね、いい感じに3作品出来上がりました。イエーイ。なのでスクショタイムをしたいと思います。これも通うかな。はい、チーズ。ヤマちゃん、SK クマちゃん、ありがとうございます。クマちゃん、ありがとう。 Thank you。 はい、ありがとうございます。パシャ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 。ジーさん、SK クマちゃん、ありがとう。 Thank you。 本当にありがとうございます。ありがとうね。はい、ということで決意の初動配信は竜王まい進とダッチマホと誰が DD やねん、こちらの3作品になります。玉市さんに、はい、本当に素敵な賞ありがとうございますと、お手本にして書かせていただきましたと、あのお伝えください。本当にぜひありがとうございます。はい、ということで今回のイベント、この3つを忘れずに目標としてはやっぱり UFO、 竜王邁進ですね。目、心意気込みというか決意としては竜王邁進ということで、恐れずに進んでいきたいなと思います。さんちゃんの決意を皆様感じていただけましたでしょうか。どうなんだろう、どうだろう、感じていただけましたでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっとね、大変厳しい道ではあると思うんですけれども、竜王を邁進していきたいと思いますし、誰も知らない無の宝、誰もが知る無の宝見つけていきたいなと、作っていきたいなと思いますし、誰が DD やねん、これ使っていきましょう。はい、かのちゃん見てた、お腹空いてきた、どういうこと、どういうこと、 UFO マイユ焼きそば、焼きそば美味しそう。はい、ありがとうございます。ということでちょっと習字道具をね、片付けていこうと思います。
の上がねすごいことになってるから、ということで主治医配信はこれにて終了として、皆さんのコメントをね、さっきちょっと主治医やってる時は読めなかったので読んでいきたいなと思います。はい、劇場の髪型の番号三つ編みして髪は痛む、そうお団子はね、そう今日はお団子を2つの髪型にさせていただいて、してもらって、たくさんピンとか使ったから撮るのもやっぱ大変だからメイクさんに撮っていただいて、そうすると髪がボンバーバーンってするでしょ、だから三つ編みにしてもらって帰ってきました。ハートありがとうございます。誰が DD やねん、頭痛くなってきる、あーずっとここで見守っています皆さんのこと。はい、ちょっともう DD とか言ってる場合ではないですね、今回のイベントは本当に宝くじみたいなもんです、はい、今回のイベントはくまちゃんが大事で書いてくまちゃんと草薙る、ありがとうございます。本当に先ほどね習字の時に集会を開いてくださったくまちゃんのみんな、くまちゃんの皆様ありがとうございます。 Thank you、タルメシャンもありがとう。今回はそうこちらのねボードにもあるんですけれども、 SKE バージョンのくまちゃん、この手を挙げてるくまちゃんの投げてくださった人数で決まる、こうくまちゃんのランキングというかくまちゃんの得点もありまして、そうなんですよ、そこで大事になってきますね SKE くまちゃんっていうのは。タルメシャンご覧のありがとう。60そう50のチルも楽しい、私しかいないから、あれあれねあれ DD ええあはにゃん、みなはにゃん、みなさんはにゃんと、彼女さんさんさんとこさんに惚れてまーよろだって、ありがとう、ハートありがとう、だるましゃんハートありがとうございます、だるましゃんもありがとうございます。昨日も楽しや優勝済みでしたありがとうカノンティアン、花火って髪型があるんだって、そうなんですね、花火っていう髪型、ツインテールみたいな感じで花火ってこと。カノちゃんこんばんさんちゃん、今日も公演めっちゃ楽しかった、ピッカともありがとう、ありがとうございます、こちらこそ楽しかったです。ルカティがマレカどういうことですか、帰ってくるとき雨ね、大丈夫でした、カノンは皆様は大丈夫でしたか、足元。今日昨年の歌唱力再放送してて改めてカノンさんの歌声に惚れました、ありがとうございますね、放送されてて今は今じゃない、今回の予選の放送は明日から始まるということで SKE は明日放送されます、ぜひ聞いてください。はい、今ねそうショールームの方ではイベントに参加させていただいておりまして、こちらはドラマの出演権をかけたイベントになっているんですけれども、日韓合同制作の地上波連続ドラマの出演オーディションをかけたイベントに参加中でございまして、現在ちょっとまた間違えちゃいけないからもう一回更新して読もうかな、はい、現在ですね私は7位ということで、まだまだ上を狙っていかなくてはなりません。今日の24時のこう最終枠なんですけれども、
には5位で、なんとか5位で、はい、最終枠を終えられたらなと思っております。皆様ぜひぜひお力を貸していただけますと嬉しいです。こんばんは。熊の集会がね開かれてありがとうだよ。ハートありがとう。もう何この押し始めていいですか。本格的に押しちゃってください。ありがとう。レインボースターありがとう。本格的にね、もうとっても本格的に押してくださってるから、どうなっちゃうんだっていう、これ以上本格的になったら熊のぬいぐるみ、そうそうそう、熊ちゃんがたくさん、熊ちゃん大好きなので、熊ちゃんこれね、スキー場所の熊ちゃん、あ、奇跡の流星群ありがとうございます。そう、歌唱力再放送していました。嬉しいですね、そうやってね、ショールームにもコメントしに来てくださって。レインボースターありがとう。横浜になりたい、なっちゃってください。ありがとうね、絶対なってね。ご機嫌はググググ、難しいね、ご機嫌で公演楽しかったからグググかかな。 SK くまちゃんただいま5位です。ありがとうございます。それはね1位にならないとあれなんですよね。6位まであと496,521ポイント離されてる。皆様ぜひ応援よろしくお願いいたします。ちょっとね本当に1位を、イベント1位を狙ってるんですけども、全員今現在7位ということでですね、本当に上にお強い方々がたくさんで、今ちょっと離されてしまっている状況なんですけれども、あの絶対に1位になりたいので、今日の最終枠で5位になって終わりたいです。皆様お力を貸していただけますと嬉しいです。ハートありがとう。花火オープンありがとうございます。ありがとうね。サウンちゃん今日の子一緒にして応援したのに睨まないでくださいって挨拶です。挨拶ありがとう。 DD に優しい感じ。 DD さんも大歓迎だけど楽しめっちゃ嬉しい。バラありがとうございます。自己終わって疲れたの中止が始まり、ありがとうね。お疲れ様です。うん、全然だよ、もう負けられない戦いだから。あー、奇跡の流星群たくさんありがとうございます。ゆかちゃんそういうするがもときの声でって話、あ、花火っていう髪型をね、そういうことかな。ハートありがとう。ドキドキで眠れない、明日もねドキドキだし、本当にドキドキが続く。ハートありがとう。ハートありがとうございます。あ、もうレインボースターたくさんありがとう。奇跡の流星群が止まりません。奇跡の流星群ありがとう。ハートありがとう。そうなんだよね、みんなやっぱイベントガチイベだからさ、そう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 、なかなか難しいんですけれども、諦めてはいけません。あー、くまちゃんもありがとうございます。ペンキチさん、シナボンバードさん、くまちゃんありがとうございます。あ、10連で、あ、シナモンバードさん、 SK くまちゃん10連で、くまたわー、ありがたわーです。本当にありがとうございます。くまちゃんたわー、感謝感激です。ありがとう、すごい、本当にありがとうね、シナモンバードさん、クマシャンタワーですね、ありがとうです。 Thank you、 ありがとう。あ、守りたいこの笑顔、ありがとう。チャンドラさんありがとうね。縦かけがかけ軸というか、ありがとうございます、感謝です。チャンドラさんありがとう、ね、ありがたわです。こんばんは。はい、本当ありがとう。皆さん、皆様お一人お一人のハート10個もありがとうございます。お一人お一人の力が必要となってきます。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。ただいまガチイベに参加中でございまして、沢田かのちゅありがとう、ちゅちゅちゅありがとうございます。皆さんすごすぎね、本当に。あ、ラブレターとハートもありがとうございます。本当に皆さんがね、本当にすごいし、あの応援してくださってるからこそ本当に
カノンもね諦めずに、カノンもまずカノンが諦めたら本当にダメだと思うから、カノン絶対に諦めないから1位、絶対に1位を取りたいので、あちょっとねそこだけは譲れない、譲れないので1位を取りたいです、お願いいたします。上位5位のメンバーが200ポイント超えてるからなかなか自分、そうですよね。でもここもまだ2日目であり、もう2日目であり、この2日目で諦めてしまったらもうそこで試合は終了になってしまいます。どうしても1位に行くためにはやっぱ上位にねここで食らいついていかないと、今少しというかあのちゃんと引き離されてしまっているんですけれども、ここで上位に食らいついていかないといけないな、といけません、それぐらいついていかないと、なので皆様お願いいたします。あモッキーさん、スキークマちゃんありがとう、 Thank you です、ありがとうございます、ハートありがとう、チューハート、ラブタありがとう、ハートもありがとうございます。そう本当にねいろいろな方面からの応援を現実いただいてありがたいね、ありがとうございます、ラブレターもありがとう。やっぱさあのお強いからさ、今回のイベント超やばいことになってるとカノンは思うわけ。レインボースターありがとう、でも諦められませんので、諦めませんので、はい、ユーオーマイシーに頑張っていこうと思います。あ全部これ今ねお名前は全部あの書いてあるあれで名前のところを読ませていただいてるからね。走れまゆこさん、くまちゃんありがとうございます、 Thank you、 エスキングまちゃんありがとう、レインボースター奇跡の流星群もありがとう、こんばんは。あ初見さんもたくさんありがとうございます。ガチーベさん、カチューで今大ピンチでございます。はい、もう大ピンチでございまして、本日の最終枠なんですけれども、この枠で24時までで5位で終わって、上位のグループに1位を狙えるグループについていきたいです、お願いいたします。くまちゃん、あトラさん、くまちゃんありがとうございます。ヒカルームからチョミスケさんありがとう、 Thank you です、本当にありがとうございます。チョミスキさんの皆様もハートありがとう。もう大ピンチ、2日目にして大ピンチです。はい、あーアフタヌーンディークマちゃんの10連もありがとうございます。 G さんありがとう、クマクマありがとうね、 Thank you ね。そうそう X での拡散も本当にあのありがたいな、ありがたくて、そういうね一つ一つの行動が本当に嬉しいし、あの頑張ろうって諦めてられないって、諦めるつもりもちろんないけど、さらにそのポストを見て心強さというかね、頑張る、明日も頑張るぞっていつも見させていただいております。本当にありがとう。初見さんもありがとう、横浜になってください、ありがとう、こんばんは、だるまちゃんコロナありがとう、天吉さん、エスケークマちゃんありがとうございます、のぶささんもエスケークマちゃんありがとうございます、はい、あ、じいさんもエスケークマちゃんありがとう、天吉さんありがとう、エスケークマちゃん本当に皆さんありがとうございます、ハートもコメントもありがとうございます。あうん、コメントも嬉しいです、本当にハートありがとう、こんばんは、もっといろんな方です気持ちを投げて、そうだね、たくさんの方に知っていただけて応援していただけたらなと思います。そのためにもねやっぱりかのちゃんいけるかもしれない、応援したいって思っていただける方にがたくさんになったらなと思います。でそのためにもやっぱ2日目このイベント2日目最終5位で終わりたいです。あ奇跡の流星群がたくさんありがとうございます、レインボースターが、えどんだけ、もう数えきれないほど、じいさんたくさんありがとうございます。10連1 2 3 4 5 6 7 8 9
待って、もうちょっと間違えたかもしれんぐらいだ。10連でレインボースターありがとうございます、たくさん。 Thank you じいさん、ありがとう。意識よ、これももうタワーみたいになってる、レインボースタータワーみたいになってる、ありがとうございます。なんかすごくあのね、すごく心が苦しくな、あの本当に心を鬼にしていってるのですが、本当にあの今日2日目、まだ2日目なのにもう大ピンチで、ここでついていかないと本当にあのね、ビッグウェーブもう何もなく終わってしまうのは本当に悔しいので、心を鬼にして皆様にお願いを申し上げております。本当に、あー結構してそしそし10年ありがとう、鬼カノンさんで、はい、頑張っておりますのでよろしくお願いいたします。本当に感謝します。あーハート10個ありがとう。あのね、本当にさっきごめんねっていう風に書いてくださった方もいらっしゃるんですけど、全然謝ることはなくて、そういう X での拡散だったりコメントでの応援してますっていうコメントもすっごく嬉しいので、皆さんが一人一人できることを、はい、全力でやっていただけたら本当に嬉しいです。ハートありがとう。最後も諦めず1位を目指すと書いて、あ、テロップにね、確かに最後まで、ちょっと待ってね、最後コンピューターおばあちゃんがこんなところで、最後まで1を諦めず、Z頑張ります。入るかな、まだ。あ、文字数が過ぎちゃうな。ピこれでも伝わるかな、誤解ないかな、大丈夫かな。最後まで1位を諦めない、頑張ります。応援よろしくお願いします。ハートありがとう、10連で。あ、モッキーさん、 SK いくまちゃんありがとう、 Thank you。 推しがイベント出てなくてさまやってるからですもんね、お願いいたします。ハートありがとう。あ、 SK いくまちゃんありがとう、せいちゃんありがとうね、ハートありがとう。16年の200万超えてる、お強いけど明日から僕も諦め、ね、もう絶対諦めない、ハートありがとう。好き好き大好きって気持ち、ワークも100年ぐらいの気持ちある、本当にありがとうね、ハートありがとう。こんばんは、ハートありがとう。ライバーテーマの見出し、ライバーテーマの、あ、今イベントのあれになってるかな、ハートありがとう。もしかしたらそれ以上の気持ちある、ありがとう、ハートありがとうだよ。10連でたくさんありがとう、あーハートたくさんありがとう、ハートありがとうございます。こんばんは、レインボースターありがとう、はハートがたくさんありがとうございます。本当に Thank you、 ありがとう。あ、ポーターさん、 SK くまちゃんありがとうございます、感謝します。本当に本当にありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう。マッチのクイトンさんが縮まってきて本当にありがとう。あと8分、あと8分で今日の最終枠終わってしまいますので、皆様よろしくお願いします。本日5位で終わりたいです。このイベントでさ、だから多くの人に見つけてほしい、本当にそれも本当にそうだよね。今回のさ、あの韓国語のでのね、意気込みを語らせていただいた動画を見て来てくださったよって方ももちろんいらっしゃるし、あのそれでね、こう X をフォローしてくださってる方もいらっしゃって、本当にあの嬉しいです、ありがとうございます。たくさんの方に
していただいて応援していただけたらと思います。ぐずるじさん何よりね、あのこのドラマに出演して、でそのそこでもまた SKE48 はもちろんのこと、沢田香ののこともたくさんの方に知っていただきたいので、絶対にこのドラマにね選ばれたいです。あ、レインボースターありがとうね、テロップ、確かに確かに、選ばれば変えなくても、なるほどなるほど、あ、ありがとう教えてくれて、レインボースターありがとう、ちょっと今打つの遅いからちょっと考えますね。ハートありがとう、チーム引き離して、あ、そっか、ありがとうございます、ハートありがとう、ハートありがとう、たくさんこんばんは、ハートありがとう、あ、レイラブレターもありがとう、あ、ちょっと待って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 ね、レインボースター10連奇跡の10星群ありがとう、メギさんありがとうね、ハートありがとうだよ、あ、モッキーさん、 SK くまちゃんありがとう、ハートも10連たくさんありがとうございます、あ、いろんな方からハートありがとう、ペンキジさん、あ、ペンキチさん、SK くまちゃんありがとう、 Thank you。 パスポートはまだだけど、まだ間に合うし、あの本当に作らなきゃだよね、うん、ハートありがとう、やすじさん、 SK くまちゃんありがとうございます、ハートありがとう、あ、レインボースターもたくさん、ハートありがとう、あ、レイン、奇跡の流星群ありがとう、ラブレターありがとう、あ、すごい奇跡の流星群がたくさん、ラズルさんありがとうございます、本当にありがとう、なんだっけ、レインボーさんの奇跡の流星群が10連でたくさんありがとうございます、ラブレターもありがとう、このそこでまだまだ大丈夫、ひすーちゃんの、あら、ひすーちゃん、あと5分、あー、ありがとう、あの表示出たりするのかな、あと5分で本日の枠が終わってしまいます、はい、皆様の一人一人の応援よろしくお願いいたします、ハートもありがとう、ハートもありがとう、レインボースターもありがとうございます、はい、ちょっとじゃあサンデスタイムできないのもすごく悲しいのでサンデスタイムさせていただきます、じゃあお名前をね今回は読めるので13位から読ませていただきますね、13位、あ、ぶらぶらね癖が、13位、ルパン三世さん、ありがとうございます、12位、メイキさん、ありがとうございます、11位、ポルックさん、トモキュークファミリー、ありがとう、 Thank you、 10位、お、難しい、カッチュンさん、ありがとうございます、 Thank you、 9位、カナリーさん、ありがとう、あ、入れ替えがあっちゃった、どうしようかな、でもカナリーさん読ませていただきましたね今、ありがとうございます、じゃあ10位から読ませていただきますね、10位、ヤマちゃんさん、ありがとうございます、入れ替えがあってもね多分そしたら全員呼べそうなので、アットマークハツコだ、キスをあげる、キスをあげるよ、今気づいた思いです、ラムギュー、ありがとう、お名前呼びできるの慣れないな逆に、さあ9位、トラさん、ヒカルームからありがとうございます、じゃあミスケさんの皆さんも本当にありがとうございます、9位ありがとう、8位、あ、6位まであと35万7、35万307ポイント、あー確実に縮まってる、本当にありがとう、8位、のぶささん、ありがとう、このアバター、あれだよね、イガラの皆様だよね、本当にイガラの皆様も本当にありがとうございます、7位、めぎさん、ありがとう、ありがとうね本当に、6位さん、おっきーさん、あっともけっこみに、未来に落書きしよう、日常をはみ出してゆこう、 Thank you、 ありがとう、5位、あやら、あやら、あやら、あやしいから、あやしいからか、あやしい、ありがとう
ありがとうございます。アイアラーの皆さんも。4位、ラズルさん、ありがとうございます。Thank you。ルカさん推しの方ね、ありがとうございます。本当に。そして3位、ペン吉さん、トマケコミニ、ありがとう。Thank you。ありがとうございます。そして、そして2位、シナモンバードさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。そして、そして、そして、今日の第1位は、トゥルトゥルトゥル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 、じいさん、ヤクハメに頑張れよ、カノさんが大大大大好きだから、ありがとう。素晴らしい、ありがとうございます。一素晴らしい、ポポポポ、ありがとうね。あ、ちょっと見てない時も、あったった、じいさん、くまちゃんもありがとうございます。そして今日の85位、やっこさんはふみふみさん、アントマークやっこファミリー、ありがとう。すでにやっこファミリーになってくれてる方がやっこさんでございました。本日は本当にありがとうございます。ふみふみさん、ありがとうね。はい、ということで本日の配信を終わりたいと思います。応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。絶対に1位を最後まで諦めないので、これからも見に来てくださると嬉しいです。本当にありがとうございました。またねー。